モデナ製ワクチンの副反応1回目接種後4日、先日、モデナ製のワクチンの接種を受けてまいりましたので、現在の副反応などについて簡単にご紹介いたします。まず、体温についてはすでに平熱になっており、接種部位の痛みについても、今、触っておりますけども、触ってもです、ね、ほとんど痛みはなくなっております。 ですので今回で副反応に関しては、副反応を紹介する動画に関しては、一旦公開を終了させていただきますが、こういったワクチンの副反応、個人差はございますけれども、私の場合は、丸4日ほどですべての副反応がほとんど収まる形になりました。現在、 ワクチンの接種を検討されている方や、またすでに接種を予約されている方々には、ぜひとも参考にしていただければなと思います。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました